皆さんおはこんばんにちはでは行きましょう三浦五郎くはい三浦五郎シャープ4やっていきたいと思いまーすえー、っと先日久々にえー、っと任務と対バンしましたね久々って久々やなあと今年でも2本目 でったっセッセセだっけどこでやったいや5月にガタカで、うん、あの,のイベントではいはい,はい、はい、それぶりですかねなるほど久しぶりに芥川と一緒にやれていやマジ最高でしたあの日はだってお前初対ンやったやろ初対バンやし芥川ライブやっと見れたんですよ私は個人的に初めて、うん、あそうかそうライブ自体も初めてか そうなんですよもうやばかったです。なるほどなありがとうございました、まあ、本当に。まあ俺らなんのあれないねんけ<笑><笑>俺らもや, <laughs> やらしてくれって言った方やからな。あそっかあ。それもあったおかげもあるし、うん、やっぱなんかちょっと時代というか懐かしさを感じるというかすごい <laughs> 1> いい一日でした。おまあそうやな。俺はもう念願。 ほんまに56年ぶりぐらいの台盤やったからやっとやっとやったからなうん、うん、しかも東京で企画するとかまあ年に何回かあるやんかその時に必ず芥川が声かけてたからはい、はい、ここ何年も何かことあるごと旅に、えー、けどまあことごとくまあ無理やってやっと、まあ、このタイミングでまあ俺らが立つわけじゃないけどな今回は箱の企画やったから。うん だから全然そうなんですねそんなに何年も声かけてたんて知らなかったですおまあほんまことあるほとに芥川どうやろうっていう話が毎回上がっててええーうん、っていうで、まあ、今回も、まあ、芥川の都合にまあみんなが合わせたっていう感じなのかな多分ああ芥川が決まったのが、うん、割と直近やったんでしたっけイベントのそうそうだから箱の周年のイベントで はいー、は、が、いまあ、を軸やったんかなを軸に決めていく感じやったんかな多分箱のあれはアクタ芥は決まったからすぐ多分それからはちょっと任務に声かけてくれはった感じですよねそうそう、うん、多分そうかなアクターが OK やったらこっちは OK っていうやつやっ,ちゃったんやけどなんかリスケリスケの繰り返しでみたいな <laughs> そうやった <laughs> 感じちゃうん ううん、んん感じちゃかかな、なんかまあでもようやくいやーでも結構奇跡的な1日でしたそうやなだから久しぶりにやれたしまあニムも一緒にやれて E3 もやったなっていう感じやったなんなんかでもまあ初めて俺やったんは10、うん、13年前ぐらいで初めてそれもナインスパイス初めて確かやったんやなへえー、うん まあ東京バチョウがリリースする前に行ったんかな初めてやったんかな初めてのその音源をはいはいはいであ、まあまりの衝撃にまあメンバーみんな若かったからめちゃくちゃなんか久しぶり見て年齢を感じたけど <laughs> <前><笑><笑>みんなもう中年やから年っただから俺<え>26とか7とかやの <20笑> <laughs> <何>か, <laughs>、うん、だからアクターガーのメンバーはまあ30前後やなううん,うん。うんだってまだ秀樹さんとかもっとスラッとしちゃったし<ー>おなんかまだ尖ってたからなちょっとだからかいやでしょうね、うん、なんとなくそんな感じはします、うん、ボーカルの水さんもなんかもうちょっと ちょっと中年ぶりと太りしててなんか、うん、おじさんやんっていやいやいやその時、うん、十何年前の芥川を知ってるわけじゃないですか、うんうん、で私今回その初めて見たんですけどやっぱり色あせてなかったんじゃないですかいや全部身なりはちょっと大きくなったりとかしてはったとしてもあの音とか。 結構キれキれやったんじゃないですか <coughs>、うん、昔を知ってる人ですらわって思うライブやったんじゃないかなって思いました、うん、まあそうやなプレイは別に何のあれもないけどはい、はい、でもまあ大人,大人になった分やっぱ演奏も丸くなってるんじゃないかなと思うけどな俺はへえ<ー>まあそれはアクターが言えることだけじゃないし俺らも絶対そうやしみんな一緒やと思うけど けどまああ年齢を重ねたなっていう多分まあ俺らも絶対そうやったしな感慨深いというかっていう一日やったななんかお前が秀樹さんとかと打ち上げで喋っててなんかギター弾きに花咲かしてたからいやそうですよみうごさんおらへんけどえっかと思っていっぱい喋知らんまりみうごさんいて。 なんでお前バンドマンみたいな。し樹さね <laughs> いやいや、だって秀樹さんとディム、<laughs> デムワーク、ークス。の時に。ちょうど。一年くらい前に対談して、うん、で、それで初めましてやったんですよ。うん、ああ、<で>なるほど。芥の人いる。芥川の人いるってなって、芥川。鈴木、うん、で見たいんですって言ってて、や、やっと対談。できたんで、うん。はいはいはい。もうライブもずっと。 食い入るように見てたから、うん、あれやこれやこう、うん、やっぱ聞きたいこともあってなるほどなじゃあ,あれでしょウェゴさんをがあれとかじゃないですようんいや分かってるそんな別に <laughs> <ん> <laughs> どっちでもいいけどや <laughs> いやでも久々に見ましたねうわーって、うん、このなんか自分珍しいなこう そうあこれみたいなギタリストうんくないですかまあなかなかこの年になってなやっぱ出会いづらいっていうかまあなんていうんだろう,、うん、うなんめちゃくちゃインポになってるから <laughs> バ,バンドとかに対して <laughs> <ー>これだけずっとやってると少々、うん、少々いいバンドやったとしても 大体ここら辺こういう感じかなって予想ついてしまうしよ、まあ、くないんやけどやっぱここの底が燃えるようなこうやっべえこのバンドみたいなのはなかなかこうやっぱ数少なくなってくるよな、うん、こう年を重ねたら。いや,てい,いやまあそれ人それぞれやけどなかなかね、うん、うん。だからまあ結局まあ昔から好きやったバンドとか。 でこう熱くなってししまうだから、まあ、たまにはこう自分の考え方とか音楽感とかなを、まあ、変えてもうヤーから飲まなあかんねやろうけどなん <laughs> で例えば <laughs> 全部そっちにしていやかるよだってよう分かるやんだって分かりやすいめちゃくちゃ <laughs> 分かりやすい <laughs> うんけどなやっぱかっこええもんかっこええやんかやっぱうん昔から好きなやつとかうん、うん、でもまあなやっぱ なんていう当時はあのー、まあ秀樹さんまあ俺はギタリストやからギターの話になるけど秀樹さんまあ今は足元だけしか持ってきてなかったけど当時はあのアンプ持ってきとったやな自分のああ言ってはりましたね、うんうん、だからまあまあ自分も自前のアンプあった方がええなとは俺は思ったけどなやっぱうん、うん、まあそのまあ東京の人ってまあ基本的に電車やからさ まあアンプとかも打っていきづらいからま,、ね、まあ分かるけど、うん、やっぱりなこう足元で完璧にしようと思ったらかなり結構作り込まな結構完璧になれへんやんやっぱ箱のアンプって個体差あるしそうですよねあの、うん、美えごさんこないだ北海道行ってたじゃないですか、うん、あれの YouTube ちょろっと見たんですけどマーシャル使ってたんですよね、うん、そうマーシャル <laughs> 音,音全然ちゃうわと思ったらマーシャルやってて全然ちゃうでやっぱマーシャルで音作れんかったから自分の足元の歪みのプリアンプで音作ったやんやけどはいはいアボードはいつもの全部、まあ、そう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 でミリ設定全部変えて、えー、んで基本歪みは足元の,あのディーゼルのモデファイしたプリアンプを基本に に作っていったんやけど<ー>ババっとはい、はい、まあでも全然違うよなっていうなこうなかなか厳しかったわいつも歪みはアンプあの、うん、アンプメサの歪みですよね、うんうん、そうメサの歪み全然全然ミュームフのとちゃうわー思って,見てます、うん、全然ちゃうかったわっそういうことですよねうん、うん、だから別に聞いとしたら何も思わんけどやっぱ バンンドマン同士で、まあ、しかもギタリストやったらやっぱそういうの目に耳がこうそっちに向いちゃうからな <laughs> 職業病というか、はいうん、だから <laughs> まあそこはな,なんかまあ仕方がない部分やったけどまあでもライブはやっぱ俺ら的にはこう子さんたちも納得いくセットリストやったから <laughs> な納得いくっていうかなんか偉そうに言ってあるやけど。<laughs> <laughs> やっぱ新旧織り交ぜたらやっぱ名曲もあり新しい曲もありなうんだからめっちゃいいライブやったしアク芥川だ,だけ、まあ、1時間ぐらいやったやん確かあ、ね、れまあいいライブやったなっていうでもセットリーもよかったしいやでもあれくらいやってくれないとね満足できないですねそうん、やなアクター側結構長尺で見た方が絶対いいと思うからそうですよね30分ととかじゃあちょっと、うん 1>, うんまあ、1曲長いからなそ、ね、うん、せやんな久しぶりのライブやろうしまあなかなかレアな一日っていうかまあ任務も結構気合入っててバカンやったけどまあいいライブやったかなっていうああで<じ>ねあの日高永さんにリハの時に予想されてたんですよ ノンの,の,のドラムのペダル見て「ノン、うんうん、ちゃんこのビーターフェルトフェルトなんやよう思ったな」みたいな「えこれ6年も使ってんの、うん、そろそろちゃうんか」って話を高2位、うん、がノンにしてて、うん、そしたらその本番中そのビーターのあれが切れたんですよそのフェルトが。うん、ああそうなの 一切切れへんかったのに<う>あのライブ中うもうペダル切れて、うん、それで一回ちょっと中断してたんですけどあそうなんやまさかの,さの言とになっちゃった言と<葉>に <laughs> なってましたわそうなんや,いやか、ね、そんな6年も持つもんなも持つ普通の普通はあんなん切れないらしいんですけどあそうなんや で、バチョもう、まあ、安定の盛り上がって <coughs> まあ俺らはないい別になんか、うん、やっぱしまってましたね最後ま,まあ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 こうだってその3番だやったらさ別に誰が最後やっても一緒やと思うけどな <laughs> 順番的には芥川最後やなと思ってたけどなんか俺は私も思ってましたうんなんでと思ったけど今まあまあここ何年かで何回かやったことあるやんか はいはい、毎回思うけど、はい、リハめっちゃ長いよな、はい、<laughs> リムって。<え> <laughs> ちゃんとでも、時間は押さないように、見てますよ <laughs> いやいや、まあ、別に、リハ押そうか押すまいか、うちのどっちでもええねんけど、<laughs> まあ俺と感覚的には。いや、いやまあ、そうしなあかんのやろうけど、はいはい、めちゃくちゃリハ長いなってめっちゃ思うわ、毎回。な 長いですかいや長いっていうかな,、まあ、な長い長いっていうイメージもあるしめっちゃ細かいなってほんま思うわあ<ー>なんかのんちゃん厳しいじゃん意外にまあ PA 乗り込みやからのその調整もしつつうん、うんうん、だから別に人のバンドのことどうこう言うつもりはないけどさはいはいはい、うん、まあ別に 言うつもりないけど、まあお前に関しては結構俺言うけど、<laughs> はい、いつも助かってますとこう、うん。言うけど、なんかもっといやそのチーム全体でやっとおからさ別にまあ決めチームで決めてやっとうかが別にいいと思うけど、はい、まあガイからそのなんていう対二部じゃなし対お前にしか言わへんよ俺言うたら、<laughs> その <laughs> もっとこうせ正とかこうした方がいいとか。はいはいはい。 言うけど、まあ引き算も覚えた方がええんちゃうと思うけどなこれ <laughs> そんだけギター3本もあるし <laughs> ん、ま、<laughs> そうですよいや分かる分かるけどむちゃくちゃ分かんねんけどなんか箱によったらまあ引き算でやったりとかそうだ、ね、しその出し引きがな,なんか なんかも,もったいないもったいないっていうわけじゃないけどまほんまだからギタリストの職業部やけどさギターが3本あったらやっぱ3本とも聴きたいわけやんか <laughs> はいはいはいいいバランスで、うん、そうそうだからまあ基本ドラムロットに合わせるっていうのは基本やろうと思うけど、はい、けどまあ俺はギタリストでしかも結構何ていうのナルシストなギタリストやからさもうギターの音しかほとんど聴いてないわけ、うん、多分バンドサウンドって <laughs> だかお前らギター3本もあるからさその楽曲の最中とかに曲の全部のパートを知ったわけじゃないけどさ、うん、いやここメルちょっと一歩出た方がいいんじゃないかとかここは加トちゃんのまあギターボーカルでギタージャンジャンが弾いたとこ出した方がいいんじゃないかとか、まあ、勝手に俺の中で想像するわけやん <laughs> や <laughs> そっちの方が絶対いいのになみたいないいだからそこをなそ,のそれぞれ3人のギターの足し算引き算をなんかこう。 だったらもっと良くなるのになって毎回思ってたっていう、まあ、言ったと思うけどそのナイスパのライブを経ていやほんまにその足し算引き算むずいなっていろいろ考えた結果、うん、その今メルが使ってるギターが私のギターで、うん、P90 が2個付いてるやつなんですけど、うん、ちょっとそれとあのメサの感じでちょっと音作り難しいなって。うん ずっっと思ってて、うん、で結果ギターを買いました何かリアハムのなんかちょっとなんて言うんですかオールディーな古いやつ、うん、私まだ見てないんでわかんないんですけどそう<あ>ちょっと美桜ゴさんにもいつもそうやってね、うん、もっと安静昴生って言ってもらってるのもあってちょっとギター買いました、うん、ああ逆にシングルの普通のテイキャスターとかので。 もうえんゃと思ったけどなまあそれはまあそれ好みあるからやけどっていうかその P90 のギターはくれあれ出た俺のテレキャスやるからいや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 やるからっつってさん ESP に作ってもらったやつでしょいやいやサブで使っとテレキャスいやいや私ソロで使うんで結構です使うんかいまあなんていうな久菜の音はまあ 基本的にリードギターっつうかさ、まあ、でかいのはいいけどさこうフレーズ弾く時はなんか出ようっていいけどなんかお前が歌ってる時とかまあこんな話ラジオですることじゃないけどな <laughs> <laughs> 何をしてんねんって話やけど <laughs>、まあ、いやでも聞いてくれてる人は「ええ」みたいな多分数人ははいててくれてはりますから、うん、だからなんかこういろいろ任務ってさライブめっちゃ多くないしこうなんていうん 一本一本結構大事にライブやってるわけやんか、はい、でまあチームで動いてるわけやん優、はい、香もついてきてさでマネージャーの人もついてきて、はい、やったらもうちょっと、はい、なんていう、まあのんちゃんがいろいろい,いっぱい指示したりするけどさまあそれぞれメルとかもうこうまあ意見できんと思うけどもうちょっと第三者の客観的な,なこうサウンドエンジニアというかそういうやつつつけた方が俺はええと思うけどな。 自分たちだけやったら結構凝り固まるからうんうんうん、うん、いやまあそれ,そ,れのそれがバンドやっていうのはそうやけど客観的に見てなやっぱ俺は第三者とか外部のやつ入れてもうちょっとフラットな目線でこうはい、はい、そ,その意見を採用するかせんかは別としてはい、はい、まあそこまでござんねえとそういうのに。としてそれ,、うん、それを言われたことを表現するのも、うん、まだ難しくてできてなかったりするね。うん もうちょっとねね、うん、個々の技量を上げなだめです、ね、ギターのこう右手一つでこうペダルとかに頼るんじゃなしに<う>その音量感とか弾き方によってもっとフレーズ抜けれるようにできたりするんやろうなって思って、うん、まあなまだまだけどそう,いうそういうのってなやっぱ誰に言われるかが大事やねこういうのって。 あーなるほど、うん、全然知らん外部のやつが「もっとこうしてええ」って言うとさ「<laughs> 俺がもうちょっとこうした方がいいんじゃない?」とかで全然違うわけやんか。やっぱそういうのってひ人やからまああってもいいんじゃないかとまあ私は思ってますっていう、はい、いつもありがとうございます。うん、いここちちらこそなんでめゃっていうかラジオ、うん、アップしだしたけど123と4と。 はい、あの全然回っておりません私の感覚で家は誰も聞いてません <laughs> 誰も聞いてないとかは失礼ですから <laughs> 誰が興味あんねん <laughs> こんなラジオ <laughs> 知らんおっさんと知らん女が喋ってああでもありがたいことにこ<れ>ハッシュタグ一件ありましたよおお拾いましょうか<お> <laughs> ハッシュタグ一件あった 明日後一件ついに始まったラジオ、<ー>久那さんも言ってたけど<ー>ご飯作りながら聞いたからちょうどよかった楽しかった来週も楽しみあ,あ,りありがとうございます <laughs> 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 ありがとうございますありがとうございますご飯作りながら聴けたんやったらまあ全然本望ですよそれでありがとうございますほんま<は>ちょうどいいと思いますよ何かしながら聞くのにうんそれでいいね、うん、それでまあおすすめなんやけど やっぱこれな、ね、はい、やっぱユーチューブプレミアム入っと、ほう方が絶対ええねん。聞く人、えー、このリスナーの人たち。ユーチューブって、まあ、その映像とかで、画面つけとったらええけど。ラジオって声だけやからさ。はいはい、このロック画面にしたら、やっぱ普通の。プレミアム入ってない人って、ロック画面閉じたら、やっぱ音切れちゃうん。はいはい、で、まあ、広告入った、ら広告フリックスなあかんし、うん だからプレミアム入ったら広告なしにできるし、ロック画面でもあのその動画の一歩の音声が流れるから YouTube プレミアム入った方が絶対いいですよ、皆さんこれ、聞いてる人は。あじゃあ、他のアプリとかやりながらでも聞こえるってことですか、うん、そ,うそうそうそう、そう全然聞こえる<ー>あの。ピクチャーにピクチャーできるから、まあ、違う、ラインしながらでも聞けるし。ななんかしながらへー うん,んでまあ俺たまたまなんかソフトバンクなんやけどあの、はい、キ,ャンキャンペーンやっとったからプレミアム入ったんやけどはいそのんで入、はい、って思ったけどなんでもっと入らんかったんやと思ったぐらい絶対入った方がいいから <laughs> 少々高くてもお,いおいくらくらいなんですかえ二2000円ぐらいじゃん月多分。 って思うそれあサブスクの金額考えたら私使ってるどれよりも高いかな高いまあ、うん、でもまあま俺その2000であでもなんか、うん、え二2000ででもなんか聞いたことあるけど、うん、あれ YouTube のアプリから加入するか、うんうん、なんかサファリとかそういうブラウザから加入するかで値段ちゃうみたいなあ,あそうなんなんかゲーム配信者が昔言ってた気が、うん しますあ,あそう、まあ、でも俺ソフトバンク経由だからのどっちか分からへんそのキャンペーンしてるからああ<ー>うんまあそりどっちでもええねんけど <laughs> まあ入った方がおすすめですよ <laughs> いや寝ながらとかやったらもう終わったら勝手に切れるしへえ<ー>、うん、まあ俺のやつをなんていうの連続再生してくれたら俺の動画次々再生されるからええねんけど <laughs> あ<ー>、うん、まあやった方が絶対。 いいかとまあ通勤中でも画面見んでもポケットだったら聞けるしああそっか、うん、全然そっちの方がいいかと思いますので、はい、ぜひ皆さん入った方が便利ですっていうはいあの先週話したあれですよ「はい下着事件の結果ですよ」気,気になってました <laughs> これあの、まあ、結果だけを先に言うと「はい」 あの菓子袋が家にかかってありました結局次の日え直接私に言ったんですかいやいやあの俺がビニール袋に入れてタオルとパンティーをビニール袋に入れて<ー>えと玄関のノブにかけました <laughs> はいはいはい、うん、そしたら次の日お菓子があの お菓子が <laughs> お菓子がえ俺どこまで言ったっけ <laughs> て手紙が入ってたって言ったっけあのえ手紙えそれタオル落としてはいはいいやタオル落としてあの、うん、ポストに手紙が入ってたっていう話選手したっけ前の回でえポストポストに手紙って言ってましたっけえそれは聞いてない言っ <laughs> たっけ ただタオルだけがあったっていうだけやったっけ？タオルが落ちてておパンティーが引っかかってて、うんうん、上の人やんなみたいな動<ー>って返そうかあそあ,、まあ、あそういうことかいやポスト見たらな手紙が入っててん、はい、俺<う>それであのー、うちのタオルがあのお客様のベランダに落ちてるので <laughs> あのー お礼しますのであの玄関かその壁にかけといてく,、ね、くれないですかって手紙入ってて、えーうん。入ってて、はい、で、まあ、手紙入っとうから <laughs> もうだからとそそのそのドアノブかけて <laughs>、はい、で次の日あの帰ってきたらド,ドアノブになんか結構丁寧なお菓子やで普通の<お>なんか、うん、入っててで手紙も入ってて。えーうん ありがとうんそう本んもとすみません迷惑かけました」っつってまあ、その下着とかのことには触れず <laughs> なんか「すいません」っつってんで「なんかあのー、なおあの子供がまだ小さいため非常に迷惑をおかけしますが<ー>今後ともお願いします」って書いてあって「もうクレーム言ってくんだよ」っていうさっき釘刺された歌詞で。いやいやいや おせんべいで <laughs> <laughs> 言ってくんなよっていうかやっぱり気にしてるからじゃないですか申し訳ないって言ってそういや,気に,いや気にすると思うわがだって夜中とか夜中っていうかだって子供生まれてからもう異いようにうるさいもんやっぱうーんもうだん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 とかなんかお風呂でなんていうのあの椅子をジャーって滑らす音とか <laughs> まあねやっぱうん だからその何千円かのお菓子で黙らされたわ <laughs> <laughs> けどやっぱりそのお手紙入最初入ってたってことはいやタオル1枚で絶対そんなお手紙しないからやっぱあんにおパンティーも意図してたんじゃないですかね <laughs> いやどうやろういやまあ子供のこともあるしなうん まあ、だから、まあ、別に俺そういうの気にならんタイプやから隣のやつがめちゃくちゃうるさいとか上のやつがうるさいとかはい、はい、俺全然うるさくても俺全然何も気にならんのや、うん、から別に、まあ、どんどんとか走り回っとっても別に何も思わへんから気にならんし別にええねんけど、はい、うん、まあでもやっぱそれでやっこう釘刺してきたんやなと思って <laughs> 釘刺したつもりは いや私は一応先謝りましたみたいなふうになるかもしれへんやんそのもし俺がクレーム打ったとして管理会社にあ<ー>はいや別にええねんけど全然そのこう一連のくだりは全然どっちでもええねんその <laughs> ええねんけどまあ仮に俺がめちゃくちゃクレームでめっちゃ神経質なやつって管理会社に言ったらこう一応先に謝ったっていう,こう免罪符あるわけやんそういうふうに。 見られてまあ言うて俺もさ夜中にじゃんじゃかじゃんじゃかしたりするわけやんか夜中っていうかまあ夜とか何ともない時間とかにあじゃんじゃかじゃんじゃかしてるんですかいやしてるよそれだ思いついたらじゃんじゃかじゃんじゃかすんのにだってまあでもこ<う>あエレキで生音やったらいやだって俺音,、まあ、音ガンガン出すのにだ出してるんかい <laughs> 出してるんだって <laughs> だってギターの生音だけやったら何の想像も膨らまへんからさ やっぱアンプっていうか、その、まあ、その。パソコンのスピーカーが出すわけ、あの。あ、スピーカーでヘッドホンせず。せずやで。スピーカーから。そうや、俺ヘッドホンあんま好きじゃないから、スピーカーがガンガン出すもん、俺。<laughs> それは。それはまあま、あうるさいかもしれないです、ね。あ、<laughs> まあま、あうるさいと思うで。でも、今、は一回も、なんかクレームないからな。まあ、お互い様の精神で,らるんで、ね。そう、そう、そう。皆さん。うんうん だからまあ別に俺はそれでも全然ええねんけどっていう感じですよ。だからこの件にしてはまあ一件落着ですよ。いやーよかったです。無事オパンティが元の場所に帰っ,てかったわ、うん。もうさらにそこの奥さんの顔気になったけどなどんな顔なんかなと思って。<laughs> ここで漫画みたいなエッチなやつ始まらへんかなと思ったけど。<laughs> ちょっと期待してたんですか。ちょっとちょっと期待するわな。やっぱりマジマジとやっぱ。 ちゃんと見たんですかパンティはいやまじまじと見たってそれはまじまじと見るやろそら <laughs> 見る <laughs> そら<通>いやそら見るやろ、えー、そら見るやろ畳むときに畳むときに見る,見る <laughs> ひっくり返したりやいやひっくり返したりとてこと細かに知事見へんけどさ形とか色とかさ見るやろそら <laughs> 形とか色、えー、匂い嗅いだり、ね、とかしてないですか いいいや匂い嗅だいださすがせんなちょっっと濡れててたしだって <laughs> あ外落ちてたからそう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 ,そう<ー>だからもうタオルもちょっと濡れてたしだからタオルに包んであのビニール入れて服をかけたからあでもその前にあれでしょう部屋に吊るして干してたんでしょうちゃんと顔てそう吊るして干したで、ね、<laughs> そうそうそう <laughs> それもやばいだから、うん、それはや,やばいっていうかそんなんだってもうしゃあないやん <laughs> 何してもやばいと思われるそんなどうやって返そうか <laughs> 無事済んでよかったですよ本当にこのラジオほんまに誰が興味あんねんって感じやけどまあでもたまにまあこれリリースして2週間ぐらい経ったんかな1回目2回目3回目でもまあリプとか飛んでたり DM 飛んできたりするからまあでもまあでもだってシャープ1とか先々週に出して はい、ど,うやどうやったっけなんか200回か300回ぐらいやねたら <laughs> 300回くらい回ってた気がしますまあ単純に考えてら300人が聞いてるってことやからすごいよなでもえすごいと思いますよなあで音声だけでうねうんまあだからほんま暇つぶしで全然いいんで聞いてくれって感じやけどえそのリプとか DM とかはここでは紹介しないんですか、うん いや紹介しないというか紹介してもいいけどだって単純になんか「あ良かったです」とか「面白いです」とか「楽しみにしてました」とかそんなただの感想やから,だから特に紹介するほどでもないっていう感じやけどなるほど、うん、まああと、まあ、お便りのメールはいつも来ないっていう <laughs> <laughs> 誰も興味ないんかいよって <laughs> さあ誰も興味ないわっていう <laughs> まあちょっとあれですじゃないですかまだ様子見てるとか どんな感じ紹介るか <laughs> <laughs> 分からいやもう別にまあ混んでもえねえねんけど一応なんかあったらこう窓口を開けとこうかなって感じやから別にそんな来るとも期待してないし <laughs>、うん、まあ<も>来たらまあみたいなお悩みとか美桜子さんが親身になって解決してくれるかもしれないですしね、うん、まあ別に恋愛相談とかでもええしな,なんか悩みとかでもええし。 俺自分のことは全然適当やけど人のことはめちゃくちゃ言えるからうんうんうん、うん、だから割とこう恋愛相談とか俺めっちゃ解決するの <laughs> 得意やから得意なんですか俺めっちゃ得意やで <laughs> 俺人の悩み解決するのめっちゃ得意やでマジですか恋愛アドバイザーなんや,いや恋愛アドバイザーっていうかもう恋愛アドバイザーやで俺ほんまに <laughs> もう昔のバイト先からずっともう今までその恋愛 アドバイザーっていうかいやお前絶対こうなるからこうした方がええっていうこと大体当たってきたもんだってへえ<ー>数々のバイトをしてたけどいろんなやつと出会ったりとかしてやってたけど<ー>大体当たってるもん俺<ー>絶対お前今の彼氏とこうなるとか<ー>こうなるからこうした方がええっていうの大体当たってきたから割と自信あるけど<ー>人の恋愛にはそうよ自分のよ 自分,自分のことは全然やねん <laughs> こ,こじらせてるのに <laughs> いやこじらせてないわ誰がこじらしてんの <laughs> いや,いや言ってるじゃないですか<え>自,分自分でも言ってるじゃないですかまあまあ面倒い自分まあまあ面倒いやつやっていやそれはだってもう40歳でさもうまだ未婚っていうか罰一でもないやんかそれはもうはたからみたら面倒くさいわそんなん <laughs> それはどうでもええねんけどだから恋愛相談恋愛相談逆に恋愛相談だけでもええなほんま ぜひ来てほしいですね。まあ来たら多分、うん、こと細かに書いてくれたらよりこと細かに説明できるから、<laughs> うん、割と解決しますよ多分。はい。自信あるので、まあお便り。ぜひぜひお待ちしておりますので。はいはい、うん。こんな感じで今週はもうお時間です。はい <laughs> はい。じゃあそんな感じで。 また来週なんですけどもう12月差し掛かってえっ、ー、と馬長はえっ、ー、とワンマンライブが横浜と名古屋と1516とあるので、えー、チケットまだの方ぜひ、えー、お買い求めくださいとあとは24日にね、えー、と大阪のメタバレーっていう新しいライブハウスでブルーハーブとツーマンしますので<ー>まあそちらもまあ チケットなくなる前にぜひゲットしてくださいっていう感じですね。十二月は。クリスマス日曜日ですか。うんうんそう。うん、はいじゃあ今週はじゃあこの辺で終わりたいと思います。また来週、はい、ありがとうございました。